皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはなんでこの親に生まれてきたのだろうかというですねテーマでお届けいたします。私が母が41歳、父が39歳の時の子供です。6歳年上の姉がいましたが1歳の時に亡くなりました。ですから姉の顔は見たこともありませんし、写真で見たことがあるだけです。私はこのような環境で育ちましたが、両親のことで幼少期には嫌な思い出がたくさんあります。例えば参観日、私の母だけ同級生の母親よりも妙に老けていました。私が7歳の頃を想定すると母はちょうど50、ところが同級生のお母さんは20代後半から30代全般です。下手をすると親子ほど年齢が離れています。ですからよくこんなことを言われてからかわれました。参観日はおばあちゃんが来てたの？そう言われるたびになんだか恥ずかしくなったのをよく覚えています。正直言って両親を恨んだこともありました。なんでこの親に生まれてきたんだろう？なんでこの家に生まれてきたんだろうと。よく考えてみれば、今から50数年前の出産事情を考えると、ものすごく高齢出産だったわけです。今では40代の出産は珍しくありませんが、当時は大変珍しかったと思われます。母は命を懸けて私を産んでくれたのかもしれません。聞いたことがないので真実はわかりませんが、おそらくそうだったのだと思うことにしています。私はこのような幼少期を過ごしました。今日の本物の商売を目指すポイントです。幼少期のことを思い出すと、子供は両親を選ぶことができないと実感しますが、実は両親も子供を選ぶことはできません。夫婦の意思でコントロールできるのは産むのか産まないのかだけです。これとって不妊であればコントロールすることはできません。出産時期にしてもある程度コントロールはできますが、不確実性が高いので無理です。ましてや男の子なのか女の子なのかは完全にコントロール不能です。その他性格も選ぶことができません。さらに生まれた後もなんでこの子なんだろうと思う両親もいるかもしれません。これと似たようなことが企業内でも起こります。それは上司と部下です。社内における人間関係の悩みは尽きません。毎日の仕事の中で特に一緒に過ごす時間が多いのが上司と部下です。それだけにお互い影響を受け合っていて、部下にとっては上司と反りが合わなければ人間関係は悪くなります。それが改善されないと会社を辞めることになるかもしれません。これは極端な例ですが、たとえ会社を辞めるに至らなくても部下は上司を選べないという事実があります。まさに子供が両親を選べないというのと同じです。会社組織がヒエラルキー構造になっているので仕方ないといえばそれまでですが、上司は部下を選ぶことは可能なんです。例えば年1回の人事考課の際、上司は反りが合わない部下がいれば人事異動をやることも可能です。これが上司と部下の違いです。とにかく嫌な上司の下で働くのは1年後、3年後、5年後、10年後と時間が経てば経つほど性格がねじ曲がりそうです。逆に上司との人間関係が良好ならば、職場が楽しくていい仕事もできそうです。部下にとってみれば、経営者との関係よりも上司との関係の方が自分への影響は多いと思われます。ですから上司は部下の人生を預かっていると思わなければいけません。上司がいい影響を与えれば人生が楽になりますし、悪い影響を与えれば人生が苦痛になります。上司の皆さん、このことを自覚してみましょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。